レーモンド・マシューソン・フットはアメリカ合衆国の建築家。全米の各都市にて超高層ビルを数多く設計した。またいくつかの都市構想を発表した。ロードアイランド州ポータケットに生まれ、ブラウン大学、マサチューセッツ工科大学、パリのエコール・デ・ボザールにて教育を受けた。エコール・デ・ボザールでは後のパートナーであるジョン・ミード・ハウエルズと出会っている。 その後、ハウエルズとフットは共同で、建築設計事務所を設立。1922年、シカゴトリビューン社の本社や、トリビューンタワーの国際建築設計協議にて、ゴシック様式の案を提示し、エリエル・サーリネンらの案を退け、見事1位を獲得したことで、一躍有名になる。その後は、ゴシック様式から離れ、サーリネンの影響を受けたシンプルな造形のマテンロを、 手がけるようになり、建設に再資レンダラーのヒュー・フェリース、建築彫刻家、レネ・ポール・シャンベラーなどを採用し、アールデコ様式を主体とするマンハッタン・マテンローのイメージを確立した。デイリーニューズ・ビルディングでは、狭い間隔の垂直線が強調されている。これは、後のロックフェラーセンターを予見するものとも推測されている。ニューヨークに立つ彼の設計のマグロをヒルビルディングは、 インターナショナルスタイルで設計された最初のマテンローの一つである。ありがとうございます。